にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。今回もフリーゲームキート勇者をやっていきたいと思います。パート11、もしかしたら最終回かもしれない。ではやっていきましょう。さあパート11ですよ。で、4人目の魔王ね、最後の魔王を倒すとこぐらいまでに来ました。さあ勝負しようじゃないか。でも本当に倒せるかな、なんか心配になってくるんですよね。ガードガードで攻めるしかないんかなと思うんですよね。でも攻撃力自分弱いので、この攻撃力の低さをどうするかってこともなんか大事だと思うんですよね。ないですね。あ、なんかありますね。ちょっと取ろうかな、これだけ。おいしょ、ちょっと。魔王前哨って何ですか。何魔王について書いてある本。一体誰が書いたのか。おお。なんか大魔王プライド。じゃあ、今倒さないといけないのは、オーネストだよね。うん。まっとうな努力を続けてきた結果、念願の魔王の名を得て助かった頑張りだ。本人は自分のことを恐ろしい魔王と思っているが、周囲は、あいつは優しいから、魔王に向いてないんじゃないかと心配している。ああ、そうなのね。ああ、戦うのがいい。カットしまーす。では、戦い。ちょっとじゃあ、魔王の人、挑みましょう。なんかこんなか、なあ、なんか降りちゃった。なんかこん中になんかない?ないか。そんなないか。ね。じゃあ、勝負だ。おう、勝負だ。始めます。じゃないよ。ちょっとね、一回呼んでるの、ちょっとネット飛ばしますね。さあ、倒すんだ。ね。さあ、勝負だ。魔王よ。正統魔王、勝負だ。特技、ヒール、この、ヒートブレイクを使えれば、勝てると思うんですよね。だから、防御にします。完全防御。ガーン !150。2ダメージ。防御なのに、うわぁ、やばいね。防御が防御をなしてないんじゃないか。闇の炎は嫌いだ。ああ、ダメージ150。結構きつい。よし、かわした。よし、狙いよ。さあ、防御。よ、ああ、21。まあまあまあ、セーフ。よし。さあ、これで溜める。よし、100。いけー、ティートブレイクー。やったーやったーチート使ったけど、倒したぜ !1 万の経験値獲得。勇者、レベル14に上がった。やったー、わー、痛いよー。は、勇者様に歯向かうから痛い目いるんだよ。ミスター雑魚は雑魚で、雑魚は雑魚らしく、地面を俺の奴隷にでもなってればよかったんだよ。異国連で味下げめ。あははは、これが世界を救う勇者の大師って、戦友っていうの?今世紀一番、認めたくない、事実だわ。知るのは嫌だよ。怖いよ。ごめんね、みんな。僕は立派な魔王にはならなかったよ。さて、これで全ての魔王は倒したわけだな。やったわね。魔王がいない以上、世界政府は進行できないです、続行できないでしょうし、魔王軍の、反対は、確定ですね。あとは、ほっとけが勝手に平和になってくれるってことだな。はぁ、苦労したぜ。お疲れ様。最初にあんたに出会った時は、どうなることかと思ってたけど、やるときは、やる男だったのね。見直したわ。伊達に勇者選ばれてね。よく言うわ。で、お前はこれからどうするんだ?ふるさとに帰るのか?ね。そうね。世界を救ったこと、神様に報告しないといけないね。あんたとはここで、もう別れね。そっか、俺はどうするかな?各国の王様に、恩を売りつけて、財宝の一つや二つ、もらおうとするか。変わらないよね、本当に。世界が平和になったところで、俺の人生は、終わらねえからな。生活のことを考えねえと。現実的なのね。でも、大丈夫?魔法がいなくなったら、あんた、
土薬ごめんなのに。別に勇者、勇者以外でも食っていけるさ。勇者やる前から俺は一人で生きていったんだからな。たくましいのね。心配って損した。仕事クビになったくらいで、先真っ暗になるような、やわな生き方してねえよ。じゃあな、妖精、またいつかな。もう会わねえと思うけど。うん、またね。え？あった！あった！エンディングだー！いやー、全11パート。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。いやー、チート使っちゃったけどね。うん、でもチート勇者やし、いいや。いやー、ありがとうございました。いやー、本当にね、自分的には、こういう RPG は初じゃなかったんでしょうか。いや、本当にね、うん、ありがとうございました。ということでね、11パート、見てくれた皆さんもありがとうございました。ということで、今回の動画は、これで終わりたいと思います。チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。直接配信、ミラチバ配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から、友達通貨よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それではまた次回のフリーゲームでお会いしましょう。それではね、次回どこでもお会いしましょう。ということで、何回言ったんでしょうか。ありがとうございました。